じゃあ、お言葉に甘えて手をつないで一周してもらえる？かわいい出たわがままがそれか、かわいいな。どうしたのかな、やなすきくん。いつもと違うよな。マジか私たちが餌くれるって思ってるのかな。ああ、ありそう。なるほど。ちょっと待ってて、売店で買ってくる。え、こんにちは、茨と申します。初めての方は初めまして。特務犬も料理続きからやっていこうと思います。4月の10日月曜日からですね。なんか牧場デートのイベント良かったの。うん、好きですね、ああいうのというわけで続きからやっていこうと思います。どちらへ？あ、そうだ、ショッピングモール、ショッピングモールじゃない、スカイタワーがあるんだった。あのお店はどうかな。スカイラウンジがいいな。もちろんいいですとも。忘れとった、スカイラウンジ毎回忘れる。どうしました？グッポン。ああ、勘違いしそうだ。え、全然してくれていいけどね。勘違いじゃないよ、それもはや。あの椅子に座ってみてもいい？え、床がガラスだよ。うん、ちょっと怖いけど、サンセットまで粘ろうか。サンセットって何？あ、夕日？夕日かな。うん、ちょっと怖いけど、床がガラスだよ。サンセットの意味調べましたいや、意味が分かんなくてさ、ちゃんと調べようと思って。サンセットとはどういう意味ですか？日没、夕暮れ、夕方、日暮れ、日の入りの意味です。例文が We admit the beautiful sunset って書いてある。ああ、なるほどね。日暮れってことか。いや、日暮れまで粘ろうか、きつくねまだ昼っぽいしさ、これじゃないな、せっかく調べたけど。ちょっと怖いけど、床がガラスなんでしょ、絶対怖いじゃん。ごめん、意地が悪かった。え、あなたが怖がるのは予想できてたのに、聞いてしまいましたそんな反省するほどのことではないよ。あなたは優しい、それに比べて僕はずるい。え、なんでそんなへこんでんの。え、そんなことないよ。なんでだろう、僕はあなたの前では幼くなるようです。え、そんだけ甘えてくれてるってことでしょ、嬉しいよ。あなたの何がそうさせるのか、こんな気持ちが自分の中に残っていること自体が驚きです。あ、ちょっと好きな子に意地悪したくなるタイプなんだ、意外と。かわいい。矢之助くんが何でも思ったままに話してくれる方が嬉しいよ。ありがとう。じゃあ、お言葉に甘えて手をつないで一周してもらえる？かわいい出たわがままがそれか、かわいいな。うん、あ、もちろん。わっ、ありがとう。え、舞台のセリフと違って実際はシンプルな言葉しか出ないもんですね。わ、でもそれ柊木くんの言葉ってことでしょ、嬉しいよ。矢之助くん、私に甘えてくれてるのかな。かわいいさあ、柊木くんとのデートですね。今回は、あ、そうだ、キャンプ場に行くんだった。キャンプ場に行こうと思います。いろいろな道具があるんですね。よし、まずは準備。おお、なんか柊木くんがめっちゃ楽しんでくれてる。矢之助くん、頼りにしてます。キャンプといったら BBQ、 不便が多くて大変そう。あ、これはないでしょ、どっちかだな。頼りにされるの好きかな。え、こんな計算で言われるの嫌だろうな頼りにされるの好きかな。ええ、雑用全般いけますよ。おお、うん、いい感じだよね。ん、いいね、なんか二人で楽しんでる感じがしていいな。うす、ぜひ寄りかかってください。え、いいんですか、寄りかかっちゃいますけど。楽しかった、あなたと過ごす一日は特別なんだ。この感覚、少し尾を引くんですなんか柊木君が照れてると。どうしました、つられ照れしちゃうな。よいしょ、グッポン。話足りない、僕もです。 Me too。 この後まだ時間はありますか。ありまくるよ、大丈夫。あ、ありがとう、嬉しいものですね、あなたが僕の贈り物を身につけている。いやいや、こちらこそ送っていただいてありがとうございますよ。いや、
嬉しい。今回3回目かな。これで終わりかな、大接近モード。よいしょ、ポン。ご用ですか。もっとあなたを感じたい。無用査定も入ります。プル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 。あの、どうしてです。ダメだと言っています。待ってください、このライン。離れてください。思った以上にすばしっこいいたずら猫だ。え、もう遠回しの表現はやめます。はい、わかりますか。僕は男だよ。なんか、え、ひらきくんが言うと、なんか、え、私は女だよ。本当になんかすごいね、マリーって。え、え、だからです。あなたが魅力的な女性だから困ってます。ごめんね、ひらきくん。なんかマリーが本当なんか鈍感でごめん。はいい、あなたの知ってる僕はほんの一部です。あ、うん。その先はお見せしたくないんだ。え、なんで。見たい。矢之助くん、僕たちの関係は今のままがいいんです。分かってくれますよね。はい。すごい不満げ。はい、お願いします。はい。どうしたのかな、矢之助くん。いつもと違うような。マジか、マジか。マリーすごいな。そっか、鈍感力って大事だな。さあ、ヒイラギくんとのデートですね。今回はあそこ、あのなんかあの海のとこ。なんだっけあれ、海のね、あのそばでなんかいつもさ、クラゲがどうとかって言ってるところに行きます。これで分かったらすごいね、逆にね。うん、あ、ここここです。ね、遊覧船レンガ道、いや遊覧船行くか。ええ、僕も行きたかった。旅立ちの時ですね。遊覧船3回目見たっけ、特別会話。お、イベントだ。風が気持ちいいね。ええ、それに落ち着くって思ったらね。ここは、え、甲板も舞台と同じ板の上です。ああ、なるほどね。本当だ。役者気質っていうのかな、おかしいですよね。いや、いいと思うよ。わ、海鳥がたくさん。どうして急に。私たちが餌くれるって思ってるのかな。ああ、ありそう。なるほど。ちょっと待ってて、売店で買ってくる。え、うわあ、それ、すごっ、鹿。すごい、海鳥たち最前列やん。近いな。お見事、見た今のキャッチ。すごい。うん、かわいいね。じゃあ私も、えい。おお、いいな、楽しそう。うまい。ほら、こっちにもあるよ。え、王子様やん。え、めっちゃかっこいいんですけど。え、いいな、海鳥たちめっちゃファンさせてもらってんじゃん。いいな。え、こんなに無邪気に笑ってる柚之助くん初めて見た。ちょっとかわいいかも。こんなイベントあったんだ。は、楽しかった。ええ、僕たち二人舞台に海鳥たちが飛び入りです。いいね。船の上の舞台、また来ましょう。そうだね。うん。ええ、こんなイベントあったんだ。あなたとの時間が終わってしまうのが寂しい。あ、思ったことが口に出てしまいました。かわいい。どうしました。かわいいな。よいしょ、ポン。あなたの隣は落ち着く。いや、びっくりした。イベントあると思ってなかったからさ。あ、見たことあるやつだから飛ばそうと思ったら急に来るからびっくりした。というわけで、一旦ここで終わりたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。イバラでした。ここまでご視聴ありがとうございました。動画投稿は2日アップロードしたら1日休むという謎のリズムを刻んでいます。もし少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。